そしてこの曲は、非常にバンヘイレンらしいというか、タイム感リズム感に優れている曲だと思います。たまに、バンヘイレンは、すごいリズム感で、楽譜に表せないとか言う人がいますが、そんなことはありません。そんなわけはありません。楽譜に表せなければ、下手くそな人となってしまいます。バンヘイレンというのはむちゃくちゃ大まかに言いますと、一拍目にギターは弾かない。1、2、3、4、1から入らないんですね。その逆に一拍目から入るギタリストの代表的なギタリストが、ランディ・ローズです。ランディ・ローズは1、2、3、4全て、一拍目から入ります。その一拍目から入ることによって、人の、心に突き刺さるような、メロディーラインスッと入ってくると思います。逆にバンヘイレンというのはどこから始まって、どこで終わったかわからないぐらい、それを感じるのが、一拍目から入らないということですね。どういうことかというと 1、2、3、4、1 では絶対入らない。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、非常に、アカペラで弾くと余計に、分かりにくいかもしれませんが、いろんなフレーズ全て1拍目、例えば2拍目から入ったり半拍ずらして入ったり2拍目の裏とか3拍目の裏とか、人々があまり生活で、気づかないというか感じないタイム感というかそういうところでギターソロが始まったり終わったりするので、それは非常に、ジャズに似ています。ジャズ の要素を含んでますので、一方ランディ・ローズはクラシックの要素できっちりきっちり一拍目にから、始まっているという、それはあの好みによりますけども、そういうところで違いが出ると思います。まず、練習としましては、1、2、3、4、1、2、3、4、こういう風に弾くのと1、2、3、4、1、裏から入ると、ノリも変わってくるというような感じで、分かるのではないでしょうか。それでは、まずイントロからいきますが、この印象的な、クロマチック奏法、だんだん半音ずつ、4弦の2フレットから始まって最後は4弦の、14フレットで止まるという、こういうこれを最初は、スタッカート気味で弾きます。表にアクセントを置くのではなく、どっちかというと裏にこの3弦の方にアクセントを置けば、より、ニュアンスが近いと思います。そして7フレットあたりからレガートと言いまして、滑らかに弾く、要は、簡単にそれを表現するには、弦を押さえたままこうやって上がっていけばいいと思います。2フレットから始まるときは、浮かせる。そして7フレットぐらいから、もうこれを、特に人差し指はずっとつけていきますと、こういうふうに、レガートに弾けると思います。これも決して変拍子ではありません。全て一拍目というところからは入っていません。このリフは 1、2、3、4、1、2 3拍目から入ります。そして 1、2 ここは 1, 2, 3, 4,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  1, 2
1、2、3、4、1、2、3、3拍目の裏にこの音が入ります。そしてまた3拍目の裏にから、この、4弦3弦の2フレットを押さえた音を混ぜながら、こういうふうに、6弦の、ルートの音を入れます。1、2、3、4、1、2、ここは、まあ耳で感じるというか、今ここで感じるのではなくて、やっぱり CD を何回も聞いて、どういうタイミングで入っているのかが一番重要だと思います。そして、どうしても入られない場合は、CD を聴きながら自分で 1、2、3、4、1、2、3、4 と、刻みながら、まずは弾かずに聞いて、そこのふわりを、覚えてください。 1、2、3、4、1、2、3、4、1、4上がりまして、同じことを弾きます。そして、この、親指で、ルートの音は押さえます。はい、ここのリズムも、不転音符というリズムで、これは感覚的に、ロックが好きな人ならば分かると思います。そしてもう休んでる暇もなく、歌メロに入ります。そして、まあ、B メロというかこういうコードです。まあ、サス4というコードなんですが、ここで、押さえます。ここで、5弦3フレット、5弦と2弦は3フレットで、残りの4弦3弦は開放、これを一瞬で押さえるのがなかなか難しいかもしれません。F のコード、6弦の1フレット、5弦、4弦の3フレット、ここからいきます。非常にややこしいかもしれませんが、これも CD を聴きながら 1、2、3、4、1、2、3、4 と割っていくと、例えば3拍目のどこどこで3拍目から入ってるんやっていうのが分かるだけでも、非常に、今度ギターで弾くときでも足でこうやって踏みながら 1、2、3、4、1、2、1、2、3、4、1、2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 、
らしいフレーズを、手にすることができるのではないでしょうか。そして、Cメロというか B ダッシュというか、これも何のこっちゃいう感じですけども、もうこれも、3拍目に切り替わりの音が入っています。 1,2,3,4,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 
一旦ピックを、3弦2弦1弦あたり
まあ4弦も入ってもいいんですが、こっち側に、ブリッジ側に少し、ずらせまして、そして全ての音をミュートした後、6弦だけを鳴らす。しますと非常にかっこいいこのグリッサンド奏法が生まれます。ここも、ここまで一気に来ましたが、ここは E の、E メジャーのサス4というコード、まあ、小指が、ミソなんですが、3弦の3フレット、あ、3弦の2フレットです。だから、4弦、5弦、4弦、3弦は全て2フレット、を押さえていると。これを一瞬にして小指を使って、そして、本当ならこうやって押さえたいんですが、小指をなしで。でもなぜここで小指を使うかというと、小指を離して、サス4から E メジャーに、押さえなければならないので、ここは必ず小指で押さえてください。そしてまた、歌始まります。こういう風な、ニュアンスで音の変化をさせています。そしてこの、7から8フレットへ中指で引っかくように、これもサス4というコード、こういうニュアンスです。そしてここでエフェクター、1番も2番もですが、ディレイが出てきます。たった、2拍のフレーズにディレイを踏んでいるのですが、私もそこはこだわってみました。ではどういうふうに、ディレイがかかっているのかをいっぺんやってみます。1、2、3、4、1、2、3、4、つながっていくのですが、その前に、もうここはこんなもうエフェクターをやってる暇はないという人は、もうここはもう省いてもいいのではないでしょうか。